安倍正宏、安倍正宏、安倍正宏、文政2年10月16日、1819年12月3日、安政4年6月17日、1857年8月6日は、江戸時代末期のビンゴ福山藩い七代藩主。江戸幕府の老中主座を務め、幕末の動乱期にあって、安政の改革を断行した。安倍宗家第11代当主。 文政2年10月16日、1819年12月3日、第5代藩主、安倍正清の逸夫として、江戸西の丸屋敷で生まれた。文政9年6月20日、1826年7月24日に、父、正清が死去して、兄の正康が家督を継ぐと、正広は、本郷、文京区の中、屋敷へ移った。現在でも、 中屋敷のあった文京区西辺には、文京区立茂駅小学校、安倍公園、西方公園など、由来する施設が残っている。しかし正康は病弱だったため、10年後の天保7年、1836年12月25日、正広に家督を譲って隠居した。天保8年、1837年、正広は、福山へのお国入りを行った。 マ広が国元へ帰ったのは、この一度のみである。天保九年、1838年9月1日、総社番に任じられる。天保十一年、1840年5月19日には、自社奉行見習いに、11月には、自社奉行に任じられ、関王寺の破却などを行っている。大奥と僧侶が、徳川家成時代に乱行を極めていた事件は、家成没後に、 自社奉行となった、正宏の時代に露見すると、正宏は、家なりの火を表面化させることを恐れて、僧侶の火、慶や日直らを処断し、大奥の処分は、ほとんど一部だけに限定した。この裁断により、第十二大将軍、徳川家吉より目をかけられるようになったと言われる。天保十四年、1843年うる九月十一日、25歳で、老中となり、 辰の口、千代田区大手町の屋敷へ移った。天保15年、1844年5月に、江戸城本丸消失事件が起こり、さらに外国問題の紛糾などから水野忠邦が、老中取材に復帰する。しかし正宏は一度罷免された水野が復帰するのに、反対し、家吉に対して、将軍の権威と誇権を傷つけるものだと還元したと言う。水野が復帰すると、 天保改革時代に不正などを行っていた長武行、鳥居忠だてるや後藤三右衛門、渋川隆忠らを処分し、さらに高下2年、1845年9月には、老中取座であった水野忠邦も、天保の改革の再不正を理由にその地位から追い、代わって老中取座となった。正宏は、家吉、家定の2代の将軍の時代に幕政を統括した。 1852年には、江戸城西の丸造営を指揮した公により1万国が数蔵される。老中在任中には、度重なる外国船の来航や中国でのアヘン、戦争勃発など、対外的脅威が深刻化したため、その対応に追われた。幕政においては、降下2年、1845年から海岸防御御用係、海防係を設置して、外交。 国防問題に当たらせた。また、薩摩藩の島津成明や水戸藩の徳川成明など、初代名から幅広く意見を求め、筒井正則、戸田支栄、松平千奈を川地俊明、井上清期、水野忠則、江川英龍、ジョン万次郎、岩瀬忠成など大胆な人材投与を行った。さらに人材育成のため、加盟六年、1853年には、 自らが治める瓶も福山藩の藩校、行動館、当時は、進学館を、修行機館に改め、身分に関かかわらず教育を行った。ただ、藩生を帰り見ることは、ほとんどなく、犯罪性は日の車であった。嘉永五年、1852年から火増された一万国、天領であった、隣接の穴郡山の村と矢川村と人籍浮上。 豊松他14カ村古川村を除くはほとんどを、茂行機関に注ぎ込んだと言われる。福下三年、1846年、アメリカ東インド艦隊司令官、ジェームズ・ビドルが、相模国浦が、神奈川県へ来航して、通称を求めたが、正宏は、鎖国を理由に拒絶した。7年後の加英六年、1853年には、 マシュー・ペリー率いる東インド艦隊がアメリカ大統領フィルモアの新書を携えて裏返来航した。同年7月には長崎にロシアのプチャーチン率いる艦隊も来航して通称を求めた。この国難を乗り切るため、マサヒロは朝廷をはじめ、戸様大名を含む諸大名や市政からも意見を募ったが、結局有効な対策を打ち出せず、時間だけが経過した。 また、松平義長や島津成明ららの意見により、徳川成明を解剖係参与に任命したことなどが諸大名の幕府の権威を弱める一方で夕飯の発言力の強化及び、朝廷の脅しの強化につながった。なお、正宏自身は、異国船打払礼の復活を、たびたび諮問しているが、いずれも、 解剖係の反対により断念している。ただし、これは、正宏の市民ではなく、成明上位派の不満をそらす目的であったとの方も、ある。こうして正宏は、積極的な政策を見出せないまま、事態を穏便にまとめる形で、嘉永七年一月十六日、1854年2月13日、ペリーの再来により、同年三月三日、3月31日、 日米和親条約を締結させることになり、約200年間続いた、鎖国政策は終わりを告げる。しかし、条約締結に反対した、徳川成明は、締結後に、解剖係参与を辞任することになる。安政2年、1855年、上位派である、徳川成明の圧力により、開国派の松平の利、前、松平忠だを8月4日、9月14日に、 老中より悲鳴したことが、開国派であった、井いなおらの怒りを買い、ただし、その原因を正宏の人事、政策に対する審判、不大大名の反発と見る考えもある。孤立を恐れた正宏は10月9日、開国派の堀田正都を老中に起用して、老中取座を譲り、両派の融和を図ることを余儀なくされた。こうした中、正宏は、江川英龍、かつ回 大久保忠宏、長井久志、高島周藩らを登用して、解剖の強化に努め、公部書や長崎海軍練習所、洋楽所などを創設した。後に、公部書は、日本陸軍、長崎海軍練習所は、日本海軍、洋楽所は、東京大学の前身となる。また、西洋法術の推進、大船建造の金の緩和など、幕政改革、安政の改革に取り組んだ。 安政四年六月十七日、1857年8月6日、老中罪人のまま井戸で休止した。去年三十九、後を追い、兄、正康の子で養子の生協が継いだ。なお、正広は、将軍刑事問題、家貞の後継者問題では、一橋義信を推していた。明治四年までは旧歴、楽しく、ご覧になりましたら、高読と良いです。 クリックしてください。